こんにちは。日本一の霊能者、塩の山の三枝クララです。今朝私が氏神様にこう行くときにこういつも捧げるこう祈りの言葉についてこう考えながら、徒歩でこう氏神様に行くと、ちょうど厳かに神事が行われていました。もうこの偶然は本当、私は神のご加護を受けながらこの動画を作れているんだと、神がこう背中をこう押してくださっていることにとても感謝しました。それで今日あげる動画の中で皆様に福のお裾分けをしたいと思い、遠くからその様子を撮らせていただきました。この背景がそうです。この神事をしている拝殿は、見ての通り柱とこうかやぶきのこう屋根だけで壁がありません。日本のお相撲さんのね、釣り屋根はここから来ていますけれども、モーゼの時代にはここにこう分厚い鈍鳥のような幕があったのですが、イエス・キリストがそれを上から押さえてくださったので、今はなく中の様子を私たちはこのように見ることができます。さて、前回の動画で私たちはなぜ死ぬのかということについてお話をしましたが、ならばそもそもなぜ私たちは生まれてきたのかという疑問が湧いてきます。その答えも聖書にあります。しかも旧約聖書の一番最初のページにあります。それは創世記の神の光あれという御言葉です。創世記では神が光あれと命じると、みるみると天地が創造され、人が創造される様子が語られています。ということは、私たちの命はこの神の光あれという御言葉から生じているということです。その光とは神の愛そのものなのですが、どんな原石も磨かなければ光らないように、世の理不尽な出来事によって私たちは学び成長し、最終的に光の存在になっていくのだと思います。だから神社では私はいつも、私が光となるようにお導きくださいとお祈りします。具体的には私の場合は既婚者なので、しかも夫も洗礼を受けていますので、このように祈ります。いつもありがとうございます。夫フランシスコ三枝和也、妻三枝クララ、二人夫婦一体となり、この世の光となるようお守りお導きくださいといつもこう祈ります。パートナーがこういない方とか、独り身の方は、私が光となるようお導きください。私を光として神様のために用いてください。でも良いと思います。そして氏神様など歩いて行けるところは、私は同じ道は決して通りません。ヨブ記の 26-10 にこうあります。原始の海の面に円を描いて、光と暗黒の境とされるとありますが、神様はどうも丸が大好きなようで、それで地球はこう丸いんですけれども、丸とされた場所は聖なる場所となり、サタンが入る隙が
なくなります。それで私はのまん丸というわけにはいきませんが、こう丸を描くイメージで道を選んで自宅に帰ってきます。このねお祈りで一文無しだった人がこう神の働き手となるためにビルを建てた人もいるぐらい素晴らしいこういうエンジンの祈りです。サムネイルに社会と自分を変える祈りと書きましたが、結局は政治というのは、こう個人の、こう人々の、心の内の集合体なので、こう一人一人の意識が変わっていくのならば、自然と政治も変わり、世界も変わっていきます。だから一人一人の個人の祈りがとても大切です。私はコロナでこの氏神様への毎朝のお祈り中断していましたが、最近また復活して、だいたい毎朝氏神様にこの光の祈りをご捧げるためにご近所を丸く歩いています。そして家ではイエス・キリストが弟子に教えてくださった主の祈りを毎朝捧げています。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。この祈りはもうイエス・キリストからもう約2000年人々によってお祈りされてきた言葉ですけれども、本当にこの祈りはもう噛み締めれば噛み締めるほどオールマイティで神様ってすごいって思います。今日は私の人生も好転させた神社での光の祈りについてお話しさせていただきました。お役に立てたならとても嬉しいです。それでは今日はこの辺で、今日もありがとうございました。またね、バイバイ。